死九98式中戦車地方とは、日本陸軍参謀本部の命で開発され、1939年7月に完成した試作中戦車。地方は中戦車として5番目に設計されたことを示している。89式中戦車の後継者をめぐり、参謀本部は、軽量安価で大量に配備できる戦車として死中戦車チ地にを押し、運用側が対抗して、 より高性能の地派を押したことは有名である。この対立は日中戦争勃発とともに軍の予算が大幅に増額されたことで多少効果でも高性能の地派が採用されることとなった。ただし参謀本部はその持論を捨てきれなかったようで軽量安価な車両として開発されたのが本社である。車体の完成は昭和14年であり、 当時の兵器の故障様式に従えば、99式となりそうなものであるが、98式という非公式の名称はおそらく計画段階で関係者がそのように呼び始めたのであろう。四県市によれば、市政従戦車は1940年8月に油圧走行の試作車の2両が収むこう、また1941年3月に2両が収むこうしたとしている。また、 戦車学校、技法案と参謀本部案の設計の異なる複数の試作者が試作されたと言われる。本社の外見上の特徴として、本社において特筆すべきは搭載法に貫徹力を重視し、長方針、高所速の 47mm 戦車法を採用したことである。一日派はどちらも不評支援戦車としての色合いが濃く。 搭載砲は貫鉄力の低い短方針 57mm 戦車砲であった。長らく98式中戦車と言われてきた車両の写真。写真は97式中戦車の車体を利用した戦車回収車がこの車両を号から救出している場面である。確かに、砲塔前方に機関銃がついているが、車体に目をやると天輪が6つであり、97。 式中戦車の車体であることがわかる。また、47mm 砲が未装備で、キューポラがついていることから97、式中戦車改め用の新砲塔のプロトタイプの一つで、あるという説が有力である。この転換については、本社が完成する少し前、式中戦車の開発を睨み、昭和14年3月に開かれた戦車研究委員会において、 搭載砲はまず5 7ト、mm、ルとするも、下方威力についてはなお研究する。対戦車威力の努めて増大した戦車砲、または機関砲を装備することも予期すること。口径はやむなくば4 7ト、mm、ルまで低下することもある。将来戦においては、対戦車戦闘のやむなき機械大きを考慮す。という設計条件をつけたことからも伺える。特に最後の一文については、 同年6月に勃発したのモンハン事件及び同年9月に始まったポーランド侵攻において証明されることとなる。本社の姿勢 47mm 戦車砲は姿勢97式 47mm 砲及び姿勢 47mm 砲の研究成果から設計された。姿勢 47mm 戦車砲の完成法は1940年6月より 各種試験を開始、同年9月に、姿勢 47mm 戦車砲を装備した本社の砲刀が97式中戦車地波の車体に搭載され、後端弾道製試験が行われた。砲刀前方左側に機関銃を搭載した意図は、はっきりしないが、想像するに、同軸機銃に類するものを想定したと思われ、実際に昭和14年頃に97式中戦車の 後継車両についての新中戦車設定条件の中に主砲と総連式に機銃を搭載することが述べられている。同軸機銃とは主砲の横に同軸で装備される機関銃のことで主砲発射に再始機銃の弾道を見て着弾点を予測するスポッティングライフルや主砲弾装点の間敵を制しておく用途に使われるが陸軍の戦車では98式系戦車やに 式系戦車にしか採用されていない。ちなみに、太平洋戦線で日本の戦車がバズーカに簡単にやられてしまったのは、高弾装填の間に敵を制しておくことができず、敵にゆっくり狙う時間を与えてしまったからだと言われる。ただし搭載する機関銃がベルト式ではなく20発箱型弾装を用いて、球弾する97式車最重機関銃である限り、 持続射撃が困難であるという問題に何ら変わりはない。試作者に搭載されたエンジンは、空冷6気筒ディーゼルで、おそらく89式中戦車か95式系戦車からの流用であろう。ちなみに、本社のエンジンとして1940年に開発された、三菱 SA8160VD 空冷8気筒ディーゼルが、三菱重工から提案されていた。 本社の変速機は前身5段、後進1段であった。また地方社は国産戦車として初めて走行装置に油圧機構を用いたが、これはこれまでの国産戦車に装備された変速機器は複雑な構造をしており、重量が増せば増すほどレバー操作が重く円滑な操作が困難になったためであり、特に97式中戦車の段階では、 許容範囲を超えつつあったとされる。なお、油圧機構の試験結果は満足すべきものだったと言われる。ここまでは地波等に比べ全身が見られる箇所であるが、過渡期の車体であるためかまだまだ遅れた箇所も見られる。車体後部に装備されたソリである。これは、第一次世界大戦戦艦機の戦車によく見られる。 もので、車体を長くすることで残酷を乗り越える、最有利に働くと言われるが、その効果には疑問がある。一説では、近代戦車の始祖となった、ルノー FT-17 軽戦車がソリを装備していたため、日本を含めこれを参考にした国々では、戦車にソリが当たり前になったとも言われる。しかし FT-17 がソリを装備したのは、 テールヘビーで調合時に不安があったためであり、そうでもない戦車がソリを装備しても、あまり効果はなかったらしい。むしろ装備することで逆に、テールヘビー気味になり、車体後方のサスペンションに負荷がかかって寿命が短くなる、また幾分か車重が増えることで、機動性能が落ちるなどの欠点がある。実際、ソリを装備した89式中戦車でもその利点は、 荷物置き場として使えることくらいしかなかったらしい。車体重量に制限をつける限り走行防御力の低さも改善されるものとは思えない。キューポラがないことで外部視察能力が地波等に比べ劣ることも否めない。さらに、野門ン,ン事件での戦車戦の経験から既存の国産戦車の走行、機動力不足が露呈し、改善が求められた。このため、 地保者の研究開発を打ち切り、地保者の走行、機動力を強化した地平社にスライドしていき、本社が正式に採用されることはなかった。ありがとうございます。